皆さん、こんばんはん、えー。稲森アートプロジェクトグループの大和光玄でございます。まあ、本日はあの非常に貴重な土曜日にもかかわりませず、こうやって私たちのイベントにお足をお運びいただきました本当にありがとうございました。えー、今からですね、1年半、えー、以上前、えー、私どものメンバーが渋谷でヴィ、えー、クトリアさんとお会いをして、えー、それをご縁に。 初めて、えー、ですねあの、えー、ニカラティーナさんと力を合わせて、このようイベントをです、ねえー、始めさせていただいてから、今日で3回目となります、えー、けれども、まだロシアとウクライナの戦いは終わっておりません。えー、あろうことか、中東ではイスラエルとハマスが新しい紛争を始めてしまいました。おそそらくそれでも この戦いはいずれかは、いつかは終わると思いますけれども、この地球では一つの戦いが終わっても、また別の戦いが始まる、繰り返されるという歴史がずっと続いてきています。私たちは、すべての戦争、すべての戦いというものをこの地球からなくしたいと思って、こういう活動をしております。 中にはそんなことは無理だと、おとぎ話だという方もいらっしゃいますけれども、私たちは決して諦めません。なぜならば、えー、世界中のすべての人は幸せになりたいと思って生きているからです。世界中のすべての人たちは幸せであるために生まれてきたからです。この願いがある限り、必ず地球人、人類はですね、すべての人が目覚め、気づく時が来るというふうに心から信じています。えー 従いまして、今日ウクライナの方々に送らせていただいておりますエールは、えー、ロシアの方々に送るエールでもあり、そして日本人を含む私たち自身に送っているエールでもあります。さらには、これから生まれてくる、まだ見ない子どもたちに向けての未来へのエールでもある。 いうふうに思っています。どうか皆様、今日1日だけのことではなく、これからもですね、時間のある限りこういったこと、世界の平和を願って考えていただければ、私たちはですね、大変うれしく思います。本日は本当に貴重なお時間ありがとうございました。